とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、理想的な弓が出来上がりましたので、使っていこうと思います。これです。バーストゲイル棒ですね。これ、もともと、ロールチャージが付いてて、結構お得なんですよ。それに、黄金で、バーストボーストリング。で、エンチャントが、リフレッシュ連鎖反応クールダウンショットですね。で、これで、花火を打ちながら、やっていこうと思います。花火で攻撃すると、ウィザーアーマーで HP 回復するんでね。これでどうでしょうか?バンバン打っていければ、相当強いんだけども。ちょっと試してみましょう。それでは行きましょうか。どんな感じになるんだろう。もう本当理想だと思うんだよね。ぴょんぴょんできて、で、さらにリフレッシュで、回復もしていけるんで、どんな感じだろう。あ、うん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 。あ、うん、いや、ちょっと待って。いいにはいいかもしんないけども、あんまり打たないな。これ、いや、ちょっと待って、これ、近接では、まあまあ、攻撃しないんで、ちょっと待って、これはさ、花火二つの方が良くない?花火二つの方が、いや、でも、そんなに打たないな。もっとこう、連射する感じが、理想なんですけども、そんなに打ってくれないね。やっぱ普通の矢も、2、3発挟みつつ、やるからね。普通の矢を撃つと、変更とかでね、やられる可能性があるんだよね。なので、できれば、全部、花火を撃ってほしいんだけど、いや、ちょっと待て。これはちょっと難しいな。そうね。防具か。ウィザーじゃなくって、ここを、勇者の、クールダウン3、これでいったらどうだろうか。これなら相当打つんじゃない?あ。でも、これでもまあ、途中で矢は挟むけどね。挟むけども、まあ、打ちまくるわ。こっちの方がいいかな。ウィザーとかよりも、クールダウンを3つ4つつけたやつでいった方が、強いっぽいね。そうね。敵を寄せつけないんでね。別に、そうか。リフレッシュいらないか。いらないな。リフレッシュも発動できるからお得かなと思ったら、必要ないですね。ならば、リフレッシュなしで、連鎖反応とクールダウンショット。で、バーストボーストリングと、ロールチャージ、アーティファクトチャージ。それの方が良さそうね。で、そのセットの、冬の指先だろうな。そうか。リフレッシュはこれではあんまり必要ないか。ピグリンアーマーとかね、あっちを使うときは、リフレッシュが必要になるんだけども、こっちでは、必要なさそうですね。っていうか、倒せねえな、これ。これちょっと倒せないか。ボス戦では、そうね、もう別のアーティファクトつけていった方が、間違いなさそうだね。はい。なるほど。結構課題が見えてきた感じですね。いや、ボス強えな。こんな強かったっけ?とりあえず、倒しましたね。はい。なるほどね。そこまで打ちまくらないんだな。なるほど。今日はね、これ、バーストゲイル棒を、カスタムで作ってみましたけども、理想的かなと思いきや、そうでもない。まあ、確かにリフレッシュが使えるんで、ポーションバリアを、連発はできる。できるんだけども、ちょっ
ょっと違うんだよな。快適さがなんかいまいちのような気がします。うん、これならばもうリフレッシュ抜いてもう他の4つで行った方が全然良さそうだね。まあそれも思ってちゃんとね用意はしてたんですよ。冬の指先で黄金が連鎖反応3で、クールダウンショットでしょ。で、バーストボーストリング。あと真ん中に、ロールチャージかアーティファクトチャージ。それをつけようと思ったんですよね。黄金があと1600個なんで、ちょっと厳しいんですよね。古代狩りにちょっとこもらないと作れそうにないです。多分こっちだと、相当強い。うん。間違いなく強いと思う。まあ、これは、まあ弱くはないけど、ちょっと微妙だったかな。弱くはないよ。すごく使えると思うんだけども、ものすごく快適かというと、そうでもなさそうですね。まあ、とりあえず、次の放送までにはこの冬の指先を強化しときますので、それで、また試してみようと思います。はい。ということで、また行きますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。